後列左四人目が、内田五人目、山本権兵衛九人目、片岡七郎前列左二人目、上村彦之丞内田正俊から1922年5月11日は、日本の海軍軍人、政治家、家族。最終階級は、海軍中将。貴族院議員、男爵。1851年高知城家畜屋敷で、内田モ助の子に生まれた。若くして、 東京遊学。1868年、北村茂頼の包帯に属し統制軍に従う。1871年8月、海軍兵学寮入学。1876年9月、海軍少尉部任官。大伝丸、今後を乗り組を経て、1878年7月、海軍少尉に任官。1881年11月、 海軍兵学校を卒業した。1884年10月、不創分隊長となり、比叡分隊長、畜死副長を歴任し、1887年10月、海軍少佐に進級。海兵運用術教官、混合、比叡、不創の各副長を経て、1891年7月、法省官庁に就任。横須賀軍港司令官副官。 クレチンジュフ海兵団長心得などを経て、1893年6月、海軍大佐に昇進し、クレチンジュフ海兵団長となった。1894年2月、千代田艦長に発令され日清戦争に出征した。1895年9月、佐世保地港ごととなり、佐世保鎮守府予備艦部長、横須賀海兵団長、高砂海港委員長、同艦長、ヤシ 艦長、呉海兵団長などを歴任。1900年5月、海軍少将に新旧し佐世保港、ストム部長兼佐世保予備艦部長に就任した。以後、県佐世保海運部長、常備艦隊司令官、呉れ陳府艦政部長などを歴任し、日露戦争時には、呉港、ストム部長兼呉予備艦部長を務めた。1905年11月、 海軍中将に進級と同時に退面となり、翌年2月8日、予備役に編入。1914年3月1日に、交尾役となる。1916年3月15日に退役した。1907年9月21日、男爵の爵位を受釈し家族となった。1910年12月、貴族院男爵議員に就任し、 厚生会に所属して活動し死去するまで在任。ありがとうございます。